ははいこんにちはドラッカーが教えてくれる人を生かす系なつの原則で社長のビジョンを確立し強力な経営チームを作り組織に火をつけるビジョンンン伝道士経営コンサルタント村瀬介です今回はですね社員さんが辞める社員が辞める従業員が辞めることに、えー、悩んでいる社長さんに社員さんの離職率が高いことに悩んでいる社長さんにお送りするですね、えー、社員さんを生かし、えー、従業員さんが辞めない会社を作るような、えー、方法になります、えー。まず前提としてですね ピータードラッカーはこういうふういに言うんですね。今これから労働人口特に日本の労働人口はどんどん下がっていくまた労働の流動性すぐ転職してしまうような流動性が高まっていく社会において経営者が成果を上げていくためには優秀な知識労働者の人たちにいかに我が社にとどまって働いてもらうか長い間働いてもらうかというのは経営者のこれ人事戦略人事採用戦略雇用戦略って非常に大事なテーマになってくる。 仕事があってもですね社員あの当てる社員さんの人はいないので新たな仕事にチャレンジできないなんていう会社さんがこれからどんどん増えてきますし今も出てきていますねいかに社長そして優秀な社員さんを雇いずっと我が社にとどまって働いてもらうか離職率の低い職場を作っていくかといったものは経営において非常に大事なテーマになります。今日はそういいった中でででですすすね、ね、社社社社員員がが辞辞めめるるることにに悩んん長さんに対ししてです、ね、お送りしますけれども、会 の社長が知らない3つのことといったことについてお話をさせていただきます逆に言うとこの3つのことをやっていただくこの人材育成、えー、人事政策においてこの3つのことをやっていただくと社員が辞めない会社ができるといったことになりますそれでは始めましょうまず1つ目ですね強みからの人事を行っっていいますすかととたことです、えー、人事を行う時人を見る時にですねピーター・ドラッカーの言葉はこれもです、ね、私大好きな人,人が何かを成し遂げるのは強みによってのみである。 弱みはいくら強化しても平凡になることさえ疑わしいもう一度いきましょう人が成果を上げる何かを成し遂げるのは強みによってのみである弱みはいくら強化しても平凡になることさえ疑わしい私も皆さんも強みと弱みがあります強みと弱みがあります私でしたらピーター・ドラッカーここの経営コンサルティングのところ経営チームを作る組織に火をつける、えー、組織を卓越させるコンサルティングで日本一を目指しているこれは私の強みなんですでも弱みとしてですね私 キャッシュフローとか財務弱いんですよね。そんな強くないんです。このいくらできない、弱みをいくら頑張っても、例えば平均で、これ50点だとしますね。30点のものを頑張って。平均レベルのコンサルタント、平凡レベルのコンサルタントの話聞きたいと思いますか。そうではなく、例えばもともと70点できるものを80、90、100、150、200という、 卓越の領域アウトスタンディングと言うんですけど強みから卓越させるドラッカーの系統のはめちゃくちゃ高い成果が出るんですけど強みからいかに人を卓越させるかということなんですねですので弱みからでは絶対成果が出ないんですですので社員が辞める会社さんの社長さんで気をつけていただきたいのは弱みばっか見ている弱みからでは絶対成果出ないので成果出ないとモチベーションも上がりません、ね、やめにしますねいかに強いところを見てピーター・ドラッカーはこういうふうに言うんです 私も皆さんも皆強みと弱みがあります強みと弱みとんがってる強みと弱みがあります強みの上に強みを築けってドラッカー言うんです一番強い組織と人事配置とは強みの上に強みを築け適材適所と似てますけどね、えー、またこういうふうに言うんですよ 弱みを中和なきものとすることである。これ大好きな言葉なんですよ、ね、私。組織の目的とは、人の強みをつなぎ合わせて弱みをなきものとする。私でしたらね、じゃあ村瀬君入ったときに経理部に行ってねって言ったらですね、3週間で辞めてしまうと思うんです。弱みばっかりたかれて弱みからでは絶対成果出ないですから。でも強みで君はセミナー事業やってよ。ドラッカーやってよと、じゃあ日本一目指します。社長、どんどん売り上げを持っていきます。1億、2億持ってきますよってやると思うんです。強みをつなぎ合わせて弱みは、じゃあ村瀬君経理とかキャッシュフロー苦手なのは他の人の補ってもらおうね。 強みをつなぎ合わせて弱みを補うのがいい組織なんですね。もっと言うとですね、ドラッカーはこれ、マネジメントは人のことで、人を生かす経営っていうのは一番経営者がやるべきことなんだ。私はそこに惚れ込んで、このドラッカー、命をかけてやってるんですけど、人の弱みを見るというのは人を殺すということです。人を生かすというのは人の強みを生かす。社員さんを離職させたくないのであれば、社員さんに辞めてほしくないのであれば、社員さんを生かさなくてはいけません。辞めるというのは社員が生かされてないってことですからね、社員が辞めるというのは。 生かすでイカスというのは人の弱みではなく強みから見るといったことみんなの私は社長として弱みを見ててごめんねってこれから強みだけ見るみんなが何をできないかじゃなくて何をできるか知りたいもちろん弱みも最低限までやらなければいけないですよ我々人数限られている中堅中小企業様においてはですねこれ弱いからやりませんじゃあこれじあの事業にならなくなっちゃいますから弱みも最低限度周りに迷惑をかけないぐらいまではやる必要がありますけどでも卓越とのは強みによってのみなの強みからはいかに 強みからの人事配置を行う、強みから人を見るといったことということなんですで。2つ目がですね、社員が辞める会社の社長さんが意識していただきたいことの2つ目はですね、仕事を生産的にしてくださいということなんです仕事を生産的にするというのは生産性が高いとか効率がいいという意味の生産性ではなくて仕事にやりがいもっと言うと大義を与えてくださいといたことです大義 えー、10冊ずつどっかに机に机積んでいくとします単にこれやっといてっていうのではこれやりがいも何もあったもんじゃないですよね人間機械みたいに扱うだけですじゃなくてこういうふうにお客様に役立ってお客様こう恋ううに喜ぶからやっといてこんなよりに会社にとって価値のある仕事なんだといったことで大義仕事に意味をきっちりとした意味付けをするといったことあなたのやってることはこういう意義ある仕事なんだこういう素晴らしい仕事なんだドラッカーは働く人人を生かす経営において働く人を誇りあるものとせよって言うんですけど 人間がががが一番やりがいが出るのって大義がある時なんですよあんまり例えはよくないですけど人間昔人間は戦争のためであれば命さえ投げ出したんですねなぜでしょうか命さえ投げ出したのは大義があったからなんですよ仕事を生産的にするというのは仕事にきっちりと意味を与えるもっと言うとですねきっちりした経営理念経営計画をきっちり作ってその仕事の意味を社員さんに浸透させなければいけません 会社の使命、ミッションからですね、社長のビジョンで、経営計画にそれをきっちり落とし込んで、社員さんにそれを浸透させることによって、これ、離職率減っていきます。私のホームページ、また、微考欄で見ていただきますとね、ドラッカー流のですね、人を生かす系の 経営計画書作りといっったものをやってます社長のミッションビジョンをきっちり確立して経営理念経営計画経営理念に落とし込みそれを経営計画につなげていく顧客創造経営計画書というんですか、ね、新たに顧客を作り出して生み出して成長していくような興味がある方はぜひビコラン」見ていただきたいんですけども大義を持ったきっちり仕事を生産的にする仕事にきっちりと意味を与えるもっと言うと経営理念をきっちり確立して経営理念我が社のミッション我が社の使命といったものを きっちり理念教育を行って会社に浸透させるということこれが仕事を生産的にするなんとなく仕事をさせていないかそれでは社員さんやりがいも上がりようないわけなんですね大義があったときに人は一番動くということなんですで3つ目3つ目はですね社員が辞める会社の社長様が、えー、これ意識するべきこれ3つ目なんですけど3つ目としては能力よりも真摯さを重視して人材登用 人材配置をしてくださいといととうことです何かと言いますとですね能力と紳士さ紳士さというのはピーター・ドラッカーの私これ大好きな言葉でですねリーダーは紳士でなくてはいけない紳士でないものはリーダーの資格がない紳士というのは人間的に誠実とか信頼できるあの人は誠実だ信頼できる真剣だといった意味です紳士さと能力ってこれよく出るんですよね私もよくご質問いただくんですけど あの人はですね僕 A さんと B さんがいて A さんは能力は高いんだけどどうも会社に対するこの理念へのコミットとか人間的なところでちょっとねっていう人と B さんは結構ポカやらかすんだけどあの人は本当はうちの会社のこと愛してるし人的には信頼できるよねどっちを村瀬くん登用するべきだろうか経営幹部としてまた、えー、管理職としてこれピーター・ドラッカーの原理原則から言いますとね。真摯さが 能力に上回ります真摯さ人間として真剣なものが能力やはり上に立つべきなんですななぜかと言いますと真摯さがないものをリーダーに登用すると組織文化が破壊されていくんですよあんな不正働いたりあんなにうちの会社愛していない人のあんなになんとなく人間としたあのいかがなものかという人がうちの上司に行ったああいう人が あの経営幹部になったっていうのは組織全体の文化最も大事なものが破壊されてしまうであればですねこの能力なんていうよりも真さあの人は信用できるあの人は人間としてしっかりしてるっていったことをきっちり見なければ社員さんは働いてるのがバカらしくなってしまう人の人間性を中心に人事配置人材配置を行っていくもちろん能力も最低限度最低限度じゃなくてある程度できる必要がありますけど能力と真摯さという天秤があった時には 決してこれ社長がやってはいけないのは能力は高いけれども審査に欠けるものよく多いですよそういう人私のクライアントさんでもおられますけどね会社からなんか情報を盗んでしまったとかあの会社登用した瞬間またもっといい条件のところで辞めてしまったとかいう事例なんてもあったりしますですのでねあくまでも能力と真摯さがあった場合には人間的な誠実さ真摯さを見る。 ピーター・ータドラッガー働く人を誇りあるものとしなさいそういった組織人が生かされる組織を作るためには能力よりも真摯さを重視した、えー、人材配置を、えー、あの人事の登用をするべきだということですよろしいでしょうか社員さんが辞める会社にならないためには人を生かす経営をする必要があります人を生かすというこれマネジメントは人のことである人をいかに生かすべきかといったらピーター・ドラッカーの経営の中心になるんですけどねまさにこれをやっていただくことになるんですけどもそのためには 人の強みを見る弱みを見るというのは人を殺すこと強みからの人事配置を行うといったことあと2番目仕事を生産的に仕事に意味づけ大義をきっちり与えてあげる経営理念経営計画をきっちり作ってもうそこの部分もそうです理念教育え会社の使命といったものを仕事の隅々まで行き渡らせることで3つ目能力ではなく真摯さ人間としての誠実さを重視したえマネジメントを行っていくと人事配置また人材投与を行っていくと,いうこと ご興味がある方はですね、私がやっているこのセミナー、またあの美孔欄にありますけれども、人を生かす経営、人にいかに生かしていくかというのは、ピーター・ドラッカーの経営の一番のテーマなんですね。マネジメントは人のことやる、経営において一番大切なのは、売り上げでも利益でも設備でもなく、人なんだ、人がいかに生かされるかということなんだって、ピーター・ドラッカーが言ったんですけども、人が生かされる会社では、もちろん離職率が減っていきます。そこでで人が生かされる方です。 人人がが辞めるといいいうのは、かかされてならぜひですね社員さんが辞める会社を防ぎたい従業員さんが辞める会社を防ぎたい会社さんはですねピーター・ドラッカーの人を生かす系を学んでいただくとこの3つ、えー、今日事例を挙げさせていただきましたけどもよりですね社員さんの離職が減り優秀な人たちにずっととどまってもらって高い成果を上げていただく組織を作ることができます社員さんが辞める従業員さんが辞めることに悩んでいる会社さんはぜひご参考にしていただけましたら幸いです えまたご質問ご疑問点とかですねご相談がありましたらお気軽に備考欄から私にですね、えー、また経営相談いただければと思います、えー、本日はご視聴どうもありがとうございました